はいちょっと今緊急で動画緊急で動画回してます、まあ、っていうのも、まあ、さっき赤ちゃん本舗に行きましたあのベビーカーを、まあ、台湾嫁が台湾人で台湾にこう事前にベビーカーを持って行,行っておきたいらしくて、まあ、台湾で産むからで、まあ、ベビーカーを見てたんですけど、まあ、それはいいとして、まあ、ベビーカーすごい高いなとか、まあ、そういうのはいいとして、まあ、すごい気になったことがあってでここ赤ちゃん本舗歩いてたら すごいもやし体型のパパが両手にすごい買い物かご持たされて本当にゾンビのよように歩いてたんですよね本当にそれ本当問題なんだなと思ってで <laughs> まあそもそも、まあ、ちょっとこちょ赤ちゃん本舗批判になるんですけど本当にいろんな商品が置かれててで、まあ、もちろんそれ、まあ、あった方が便利なものだとは思うんですけどその便利なことで、まあ、失われるものが確実に。 あれその便利になることが正義じゃないっていうのは、まあ、賢い人だったらわかると思うんですけどで、まあ、まあそれはいいとして、まあ、やっぱりなんですかねそのもやしもやし体型の男性がもう両手に買い物かごを持ってるのはなんかもう子育てにおいて、まあ、やっぱこう昔からこう何が大切だったかってやっぱりこう、まあ、動物 においてもやっぱりそこはでもその戦闘力をないがしろにしてもう何の運動もすることなく赤ちゃん本舗で棒立ちで買い物その赤ちゃん,ちゃん用の赤ちゃんのための商品なんでそんな別に重いものじゃないから別に両手でこうやって持ったところで大した筋トレにもなってないわけなんで,で本当に。 その言いたかったですねそのもやし体型のパパたちに柔術を始めましょう今すぐ柔術を始めましょう本当にそんな買い物に付き合ってても荷物持ってるだけだと思うんですよ多分そんなことしてる暇があったら筋トレしたり柔術やった方がいいんでそれっていうのはもちろんその柔術楽しいからやってほしいっていうのもあるんですけどやっぱりこう変な 変なやついいるじゃないですかやっぱこう世の中歩いてたら強,強人っていうかこう我を見失ったこう人たちいると思うんですけどそういう人がこうワーッて言ってこう来た時にさすがにこうロだとやっぱこう返り討ちにでできないですよね。その本当強いやつにマッチョに勝てとか言ってるんじゃなくてじゃなくてほんとそういう,こう我を失ってる人っていうのは別にそんな強くはないと思うんで基本的には。 だそういう人をこう追い返せるぐらいのやっぱこう戦闘力やっぱ身につけた方がいいと思うんで、まあ、別に格闘技だったら別に何でもいいとは思うんですけど、まあ、僕はやっぱブラジルアン呪術やってるんで呪、まあ、術すごいおすすめなんで、まあ、そういう人ぐらいだったら多分1年間ぐらい呪術真面目にやれ,やればなんか追い返せるっていうか我が子を守ったり嫁を守れると思うんで、まあ、そのやっぱ強くなると堂々と振る舞えるようになったりも。 しやすいんでやっぱ自分の戦闘力がめちゃめちゃ弱くてもう誰にも勝てないっていう状況だったらやっぱあんまりさすがに堂々とできないと思うんですよね。よっぽどこうボディーガードつけてるみたいな状態じゃないと。なんでこれを見てる、まあ、本当パパに届いてほしいですね。本当に本質を見失わずにしっかりね強い男になってなるためにブラジリアン・ジュース始めましょう。で僕教則動画販売してるんで それ見て練習してくださいマイブー